キャップでは課題を達成するとご褒美のシールや帽子がもらえます。なんで最近やりたくなくなったんですか？もうブリーに行っちゃったからさ、うん、ささっとそんなにやらなくてもいいかなと思ってブルーパスしたからもういいかなって、うん、ブルーキャップにパスした瞬間の動画は右上からご確認ください。キャップ取得後やる気が途絶えてしまっていたようでした。そういえばさ、まだ来てないものがあったよね。あー、帽子だ。それっていつ来るんだろう。わかんない。明日。え、届いた。えー、届いた。じゃーん、開けてみよう。だからしっかりテープで締めてありますな。かぶってみよう、早速。なんかちょっとブカブカのサイズにしてある。やったね。待ちに待ったブルーキャップがついに来ました。できた。できた。ブルーキャップが見えない、肝心の。ファンキッピーだ。ハッピーバースデーっていっぱい書いてあるから、最後にこのマイブックのシールを買ってもらいます。ブルーキャップは全部で10課題。そのうちプリレッスン1からブック3テレフォンまで、すべての課題にパスするとブルーのキャップ、帽子がもらえます。ブルーキャップの後はグリーンキャップ、ライムキャップ、イエローキャップと新しい色のキャップに挑戦していきます。その後はリグラジュエーション、グラジュエーションと続き、卒業まで行くと一つの目標が終了することになります。お祝いは何にしようかなって考えてたんだけど、お菓子で。じゃん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 。なんだこれ、ブラッシュ。実は家族旅行をしようと思ってたんですけど、ブルーキャップの取得に合わせて行けそうだったので、ご褒美も兼ねて。ハワイ。実際に海外に行ってみることにしました。どんなとこだろうね、ハワイって。こんな海がすごい綺麗なところ。へー、このトラック何の意味？だから荷物を全部詰めなきゃいけないから。高校生。うわー、伸びた。今回は英語とかもう少しは使えればいいなと思ってますけども、ハワイってね結構遠いのよ。うん。どのぐらいだと思う？世界地図があるんですけど、日本はどこですか？ここです。うん。で、ハワイもどこですか？一歩、二歩、三歩、四歩、五歩、六歩、七歩、八歩、九歩、十歩。こっち側から行くと早いから、こう行ってこう後ろから行ってここに到着するってこと。うん。で、何で行くと思う？飛行機。そう、7時間、8時間ぐらいかかるのね。飛行機の中で夜を過ごしたりしないといけない。
ブルーキャップの記念にブルーキャップ海外にも行ってみようと思います。Thank you for watching! バイ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 。